皆さんこんにちは、アーチでございます。チンケイさんのね、三国志伝、パート19になります。先ほどのパート18は申し訳ないですね。最後ちょっと電話入っちゃいましてね、ぶち切ったような形になっちゃってますけども、すいませんでした。ではね、引き続きですね、この人まだチキじゃないか、氷ぐらいか。なんだですね。治安がね、悪いな。治安悪すぎるな。ちょっと助けてみようかな。10上がったいな。おっしゃ、来たー。英氏来ましたね。いや、10上がった。やってよかったですね。まあ、あの、博打ですね。いわゆるね。さて、回収したいけど、回収できない。どうしようかな。いや、ピョッタンさん回収に回しましょう。あとなんだろうね。あとみんな人事に行ってますもんね。出荷行っても知らないね。さあ、治安が終わりましたね。シーツ5上げたか、5しか上がらんか、逆に言うとね。だどもですけど、治安をやっとかないとね、もうあの思いは嫌ですからね。じゃあ私も治安をしに行きましょうか、城壁にね。あ、回収だわこれ、間違えましたね。じゃあ、四季さんで会話して、信頼になりましたね。これでいいんじゃないのかな。ことごとく、2しか上がんなかった。ことごとく人事が、登用が失敗してますね。陳王さんか。陳王さんは仕方がないな。新郎さんはね、回収しようか。ね。じゃあね、決済。あ、来たぞ。回収来たぞ。関谷さん失敗ね。おお、みんな失敗だわ。お、500。いいね。陳情。いいね。陳情いいですね。あんま良くないことが多いんですけどもね。さて、じゃあね、治安も上がってきて、で、ただね、農業やっちゃうとまた治安がバッコンバッコン下がっちゃうでね。四季さんはダメね。四季さんは回収かな。ね、武力それなりにあるでね。どうしよう。城壁やってみる？城壁やってみるかな。回収やってみるか。武力だねこれね。いいわ。やっぱね、住民の人手伝ってくれるとね、こんな感じになるんでね。ね、なかなか内政から脱出することができませんが、どうでしょうね。訓練できちゃう。誰できるの、誰いける、携帯誰。京丹さんか。京丹さんお願いしよっか。京丹さんちょっと最近マルチで働いてもらってますね。なかなか身動きが取れない、取れないね。早くこのね、県連を抑えに行きたいんですけどもね、県連を抑えに行きたいんですけど、なかなか許していただけないです。治安手伝ってもらおうか。おお、高尊度が、はい、誰後継ぐ、いない。高尊子いましたね。遠景に潰されるんですよね。西川がらんか。
にしか上がらんか。さて、あ、防御が行きましたね。じゃあ、あとは農業と、農業と治安ですね。先ほどのやっとパターンに戻りましたね。陳情、お金か。少しね、落ち着いてきたので農業させましょう。で、軍事はできないか。だから治安に回っていただきましょう。じゃあ、そうですね、農地、そうですね、なかなか、訓練ね、京丹さん訓練ね、まだ訓練できますね。騎兵隊か、これすんだったら補充の方がいいですね。あ、京丹魅力29、ダメですね。京丹さん治安しましょう。あ、決済あったね。決済がありましたので、あ、治安が上がるか。あ、もう冬になっちゃった。早いな。あ、また病気になっちゃいましたね。ね、治安は上がりましたが、あ、褒美か。あ、ね、やっぱこの四季さんね、四季さん相性悪いんだな。差があるわ。農業で原春さんね、陳王さんは治安ですね。お、増築できるわ。陳王さんでいきましょう。さあ、これ最後の増築ですよね。その最後の増築を陳慶さん見ることができるんでしょうか。1500投資してみましょう。外れちゃったよ。じゃあ引き続き農作業。あー、シーツさんな。シーツさん治安もできるからね。治安が今ね、治安できるとは少ないでね。ちょっと私待機します。もうちょっと追い先が短そうなので。どうなんだろう、これ休み休みやった方がいいのかな、それとももう追い先変わらないんだったらガッスンガッスン仕事した方がいいのかな。まあ能力低いであれは悪いですけどね、効率は悪くなりますけどもね。京丹さんは治安しかないですね。私はちょっと自宅で待機。陳頭呼びに行った方がいいのかな。元春さんね、ちょっと治安が下がるの怖いよ、ほっときましょうか。いや違うよ、人事ができますね。ちょっと待ってね、人事で捜索を、自分とこしか捜索できないのか。東洋はね、徴費細かいな。でね、じゃあとりあえずね、私はね、自分で、あれ見れないかい、あれ見れないか、子供とか見れないんですよね。情報で全部しよう。ちょっとね、陳頭さん行きましょうか。よいしょよいしょ。ちちちたち、あ、陳頭さんも病気ですね。受診か。40か、もうこの人も40か。まあ
長生きはしたと思うんですけどね。ちょっと受診行ってみましょうか。この辺ですかね。あら、ロコの上か。結構距離あるな。ちょっと受診に行ってみましょう。でスクロールし出したら外して、またマウスクリックですね。これで何歩か早送りができるのかなと。スクロールしたらマウスクリックを外してですね。あ、増築が終わりましたね。さあ12月です。球場で面会いないですね。あら、いないですね。あ、ライハクさんがいたわ。王中、あ、チントいた。すごい顔してますね。犯人注意で言われませんか。東洋、お、父上に縄をかけたくないが、やむを得ません。覚悟していただきます。くせ者さんが何をしている。へえ、お、逃亡ですね。強行なんかしちゃダメですよね。ああ、陣頭さん、そう来るか。切りがたい人ですね。そらダメだわ。ということは、おー、父親に縄かけようとしましたね、陳藤さんね。まあまあ、でもどうなんだろう。この時代でありなのかもしれないですね。あ、表情透過、無理無理。無理ですね。うん、すいませんね、君主がこんなことしましたね。あ、長飛はダメだということ。ということはあれですね、もう切りがたい人はもういいということですね。任務報告のために皆さん帰ってきてますね。巨大になりました。防御はそのままで、治安が下がっておりますね。ではちょっと治安やりましょう。シーツはいいか。シーツはいいでしょう。でシーツさんだけ農業ね。その他の人はみんな、あ、そっか、技術、あ、できないね。その他の人は商業で頑張りましょう。そう思うとあれですね。要、あ、今朝3つも溜まってるね。今までこんなに人よう集まってくれましたね。まあギリ、まあ言い方変えると薄情な人が集まったのかもしれないですけどもね。よいしょ、あ、まだ帰ってきてないね。市場の拡大が来ましたね。さてさて、人口も14万3900人ですね。この数字が何を元の語ってるのかっていうのがまだ微妙なところではありますけどもね。あ、縄かけられたのがちょっとびっくりでしたね。さて、まあ、あの軍師もいないんでね、計略をかけるわけにもいかないんでね。治安、はい、この3人でお任せですね。商業、あ、提携ね。シーツさんは商業じゃないですね。この場合は農業ですね、シーツさんはね。さて、あ、病気も治りましたね、見事にね。さて、じゃあ市場、市場で、あ、商業できない、金がないからですね。分かりやすいな。え、お金が1万しかない。あ、そういうことか。増築に金がかかったということなんでしょうね。ここはまずいな。早く商業上げないと。病気になった。あ、でも、50上がったということないですね。陳家さんまずいな、かなりやばいな。
どうしましょう。商業かな、孫閑さん商業。でもね、人事、人欲しいな、人欲しい、本当欲しいわ。この中で白状そうなのは課金さんかな。白状そうですもんね。あと大白さんはどうなんだろう。カウなんか絶対ダメですもんね。やめとこう。商業ね、孫閑さんにしていただきましょう。あ、治安が落ちてきてるな。治安が落ちてきてますね。陳慶さんの名声は上がってきてますが、あ、この誰だっけ。いや名前読めないわ。あ、テイケンさんが来ましたね。どうしようどうしよう。トンジョ行っても仕方ないもんね。陳慶さん今いくつ。78か。10日待機しましょうか。で、陳情片付けましょう。なかなか三国でしんどいのかな。自制力でしょ、都市、金。あ、栄翔も金ないな。あ、違うわ、こっちが1万5000しかないのか。なかなか。だって農業100、全然内政できてないやん。何やってんだい彼は。治安も悪いしね。あ、これは賞罰じゃないや、都市方針決めましょうか。内政向上ですね、全部の目標。まあでもこれやりすぎたら治安が悪くなるもんね。まあとりあえずじゃあ商業重視でね、やっておきましょう。あ、農業じゃないよ、商業ね。治安が追いついてないな、ちょっとまずいね。はい、陳情で。治安のやつが陳情来ないかね。あ、回復しましたね、陳情さん回復しました。名声だけ上がりました。時間来ましたんでね、陳慶さんの三国志伝、パート19終わっておきたいと思います。ありがとうございました。